三立公園は姫路市にある都市公園である。旧名称は三立交通公園。所在地は兵庫県姫路市三立西四丁目 4? 当時のモータリゼーションの急速な発展の中で児童が巻き込まれる交通事故も急増し、子供たちへの交通ルールの啓蒙が課題になっており、交通公園と呼ばれる模擬市街地にて交通ルールを教育する施設が、 各地に建設されていた。1965年に手柄山交通公園が市民プール設置のため廃止された代替施設として1969年に広畑区北野町の河川敷に交通公園が設置されたが、河川敷のため運用上問題があり、より本格的な代替施設として遊びを通して子供たちに交通ルールを教える実習が可能な。 施設として、旧三立病院の跡地に三立交通公園として建設された。校内には実動する、信号機や踏切、横断歩道、各種標識を備えた車道や歩道、立橋などが実際に設置され徒歩、自転車による交通ルールの教育が可能になるように配慮されている。しかし、昭和末期頃から、信号機などの運用は停止され、 交通公園という名称はそのままに一般の娯楽施設としての運用に切り替えられた。また、一般の遊園地として、ブランコ、滑り台などの遊具類の他に、アスレチック施設、バイキング船やモノレールといった有料の大型遊具類、バッテリーカー、貸し自転車、ゲームコーナーを備えた売店など小規模な遊園地としての設備も設置されていた。しかし、 それらの有料施設は2011年末をもって営業停止し、以降は通常の公園として運営され、名称も三立公園と変更された。展示物として JR より提供を受けた蒸気機関車 C57 型の5号機が生体保存されている。そのために模擬駅舎なども備えられている。また、姫路市で唯一の電子基準点が設置されている場所でもある。 広報姫路賞は50年3月号。ありがとうございます。